森洋子は、テレビ朝日のアナウンサー。千葉県いすみ市出身。三崎町立三崎中学校、木更津総合高等学校、茨城大学教育学部、学校教育教員養成課程卒業。5歳から、地元の剣道クラブで剣道を始める。いつも姉を意識してきたため、高校、大学も姉と同じ学校に進み、そこでも剣道を続け。 全国大会出場経験がある。学生時代は体育の教師になりたいと思っていたが、姉がアナウンサーに内定したのがきっかけで、アナウンサーの仕事に興味が湧き、目指すことにした。決意した時、すでに各局の採用試験はほとんど終わっており、1年後の大学4年の頃、再挑戦してテレビ朝日から内定をもらう。大学を卒業して1年間はフリーターだった。 入社までの期間、JR 東京駅構内のおにぎり店でアルバイトしながら、テレビ朝日屋ス区のアナウンサースクールに通っていた。2010年4月4日の、ヤベッチ FC 日本サッカー応援宣言の、ハーイヤベッチに手動期の菅原智博寺川俊平と初泣き。同年7月20日、速報。甲子園への道関東をローカルパートのリポーターとして、 アナウンサーデビューした。秋改編以後に2本のレギュラー番組が決まって、出演中であり、そして2010年12月29日からは、3級、育休に入った、同うまりの公認として、何これ、チン百景の司会者に起用されることになった。2011年4月から1年間、野獣馬テレビに登板した。その後2012年4月から1年間は、アンニュースへ回った。 2013年、テレビ朝日開局55周年記念応援隊の若手女子アナウンサーユニット、ゴーちゃん。ガールズに最年長として一期後輩の青山愛、二期後輩の宇佐美優香、久富恵子と共に参加。また、竹内義恵、朝日放送の角野幸、斉藤真美と共に同局が制作する速報。 甲子園への道全国ネットパートのメインキャスターへ起用された。2021年3月20日、2020年8月に一般男性と結婚し、2021年夏頃に出産予定であることが発表された。三姉妹の次女で2歳上の姉は NHK 東京アナウンス室勤務の森花子、1歳下の妹がいる。父親が植物好きで、 三姉妹とも植物にちなんだ名前である。両親は森がテレビ朝日に入社以降、出演した全番組を録画した DVD 数十枚など、毎年不思議なプレゼントを送ってくるという。趣味、犬、料理、剣道特技、剣道運転免許、教員免許。ありがとうございます。